皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。の宮愛子さまを道子さまは嫌っていたのか。道子さまは、なぜ、の宮さまではなく、真子さまに養産を手伝わせ、 他のかについてお届けしまの宮愛子さまをみちこさまは嫌っていたのか、年の宮さまが、この飼育を十年続けていることを、みちこさまは一切知らなかったと言います。また、なぜ、なぜ、年の宮愛子さまではなく、ま子さまに養蚕を手伝わせたのかについてもお届けします。天皇陛下は、年の宮愛子さまがお生まれになられ、 平成14年のお誕生日会見で、児童福祉についても次のように触れています。多くの人々に祝福されて生まれてきた子供の親として、幼児を取り巻く環境がより良いものとなるよう、子供たちが温かく見守られ、安心して暮らせる平和な世の中が実現することを願わずにはいられません。と述べて、日本の将来を担う子供たちのことを案じて、 児童福祉への強い関心をお持ちになられていることを示されました。また、子どもへの暴力や貧困問題の対策の資金として、今年の4月には、内閣府などが運営する子どもの未来応援基金に5000万円を寄付されています。そして、天皇皇后両陛下は、高齢者福祉にも以前から強い関心をお持ちになられているといいます。 6月23日に、新型コロナウイルスに対応する介護現場の状況について、厚生労働省の老健局長と高齢者福祉施設の関係者を赤坂御所に招いて説明を受けられました。感染拡大を防ぐため、施設の入居者は家族と会えない状況にある中で、オンラインによる面会に切り替えているなどの説明に、両陛下は、 熱心に耳を傾けられたと言います。天皇陛下は、関係者に、どういったことにお困りになられましたか、などと質問をされました。現場の努力によってクラスター感染が発生した施設は少なく、多くの高齢者を感染から守っているという話を聞き、本当によく頑張られたんですね、と、ねぎらいの言葉をかけられました。 高齢者の多い介護施設は、クラスター感染が発生したら、たちまち重症化するので、職員は、私生活でも、感染症対策に手を抜けないので、緊張を強いられた生活をされたのではと考えます。皇后雅子さまも、現場の皆さんは、ご苦労が大変だったと思いますと気遣われました。ご進行後に、 高齢者福祉施設の関係者は介護の現場で、頑張って、高齢者の命を守ったということを天皇皇后両陛下にねぎらっていただいたということは、私たちはとてもありがたいと思っていますとの感想を述べています。両陛下は、高齢者施設に関心を示すことにより、施設の関係者へのねぎらいのほかに、 利用者さんに少しでも勇気づけ希望を持って生きてもらいたいというお気持ちをお持ちだったのではないかとも感じます。天皇皇后両陛下は2020年7月の九州豪雨でも老人ホームが被災し多くの高齢者の方が亡くなり依然として安否不明者や数多くの被災者がいることに深く心を痛めていらっしゃると言います。 犠牲者へのお悔やみや、遺族や被災者に対するお見舞いとともに、災害対策に従事している関係者をねぎらう気持ちを示されたといいます。陛下は、即位に伴い、災害ボランティアを支援する団体に5000万円を寄付したほか、2019年の年末には、皇后さまとともに、台風19号の被災地を見舞われました。 その前の平成30年の九州北部豪雨の時にも、現地にお見舞いに出向かれています。自宅が全壊したという当時97歳の高齢者に対し、皇后雅子さまは、長生きしてくださいね、と、お見舞いの言葉をかけながら包み込むように、優しく手を握り、天皇陛下も、その上から、そっと手を添えられました。両陛下の眼差しからは、 お心の優しさがにじみ出て、こちらまで、温かな気持ちにさせてくれます。皇后雅子さまは、ご病気の無用して、被災者を勇気づけたい一心で、被災地に足を運ばれています。被災者と皇后雅子さま、お互い辛い思いをしたからこそ、より心が通じ合えるのかもしれません。皇后雅子さまは、ご成婚直後から、 語学力や知性、人間性の素晴らしさ、そして美しさなどの面で、社会から大きく注目されます。この人気の高まりが、美智子さまにとって大きな脅威であったと考えます。そして、有能であることが、逆に、宮内庁からの反感を買い、お世継ぎ問題も絡み、精神的にも追い詰められていきます。美智子さまは、なぜ、 マコ様、慶子様に、養産の手伝いをさせたのかそれは、ノリコ様とミチコ様が、蜜月の関係にあり、秋篠宮ご一家は、週一のペースで、皇居に足を運んでいたことによります。ミチコ様も、しょっちゅう、自分に会いに来られたことにより、情が湧いて、心事的な側面をないがしろにして、養産の手伝いをさせたのでしょう。では、なぜ、 年しのみやあいさまに養蚕を手伝わせなかったのか、それは年しのみやあいさまがほとんど上皇ご夫妻のお住まいに寄りつかなかったからです。天皇ご一家が上皇ご夫妻を訪ねたとき、皇后雅子様さまが席を外すと、道子様さまは皇后雅子様さまの苦言を呈したと言います。お母様に対する苦言を聞かされることに、 年宮愛子さまは耐えられなかったのでしょう。年宮愛子さまは、上皇ご夫妻のもとに行くのを嫌がったと言います。聡明な年宮愛子さまのことなので、皇后雅子さまへのバッシングを誰が行っていたのかは理解していたと考えます。しかし、年宮愛子さまは、美智子さまのことは恨んでいません。むしろ感謝しています。 というのも、年宮愛子さまは、初等科3年の時、5月の母の日にちなんで作成されたカーネーションと題された文集の中に、年宮愛子さまが書かれたお母さまという作文があります。その作文には、次のように書かれています生まれた時、私を抱きしめてくれたお母さまへ、私は8歳になりました。16歳まで半分になりました。 生まれた時のことは覚えていないけれどお母様とお父様に出会うまでおじい様、ま、おばあ様、ま、ひいおじい様、ま、ひいおばあ様、ま、誰か一人でもいなければ私は生まれませんでしたそう考えると命をつなげてくれたすべての人に感謝を伝えたくなりました攻略隆志や愛子様の書かれた文集には自分が生まれてきたのはおばあさま つまり、美智子様のおかげでもあるとして、感謝の意を表しているのです。眞子様が、美智子様の養産のお手伝いをしたのは初等科3年でした。年宮愛子様が、初等科3年の時は、同学年の、乱暴な男子の影響により、一人で学校に通えない状況に陥り、メディアからのバッシングも激しくなる中で、ご病気の雅子様は、 あくまで年宮様に寄り添い、学校まで一緒に登校し守り抜きました。年宮様にとっての一番の理解者である、お母さまへの苦言を呈する美智子さまに近づくのを嫌がり、結果として年宮様へ養蚕のお手伝いをさせる機会がなかったということになります。年宮様は、 当時ご病気で苦しまれている、雅子さまを自分が守らなければという気持ちがあったのかもしれません。年宮愛子さまは、初等化3年の時に子を飼育して、それ以降毎年、皇后雅子さまと二人三脚で今まで育てていましたが、そのことを美智子さまは知らなかったのですだから、美智子さまは、雅子さまは、こう触れないと思い込み口にして、それが広まったのです。 その当時、羽毛田区内庁長官が、都市の宮様の三代の回数が増えていないと苦言を呈しています。三代の回数が減っている件は、常識的に考えると、美智子様が、天皇陛下に直接言えばいい問題で、羽毛田長官が、公の場での苦言は、国民の同情を集めるための意図があったと取られても仕方ないように考えます。 心理学では、個人個人の表面的な意識は、海面の波のようなもので違いはあるが、深いところでつながって一つになっていると言われています。人を大切にすることは、自分を大切にすることだと、いい自分を大切にできないと、人を大切にすることができないと言います。いつもながら、天皇ご一家の国民に向ける温かな眼差しを拝見すると、 国民のことを第一に考えられ行動をされているから嫉妬心など負の感情は何も感じられないし天皇ご一家の風格というものをお持ちでいられるのだなと感じてしまいます本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。